うるま市の天岩川沿いにはおよそ15年前に地域の人たちによって150本余りのサガリバナが植えられました。そのサガリバナが淡いピンクの花を咲かせ、五分咲きと見頃を迎えていて、甘い香りだけでなく地元の有志によってライトアップも行われたことから、訪れた人を幻想的な世界に誘っていました。綺麗。どういう風なところが綺麗ですか？いっぱい咲いてるところ。夜に咲いてて好きだと思いました。近くで住んでるんですけど、こんなところあったんだなと思って再発見でした。幸福が訪れるという花言葉を持つサガリバナは今月いっぱいまで楽しめるということです。